津幡町の図書館に来ています。コロナにより利用者数が減少する中で、津幡町は新しい取り組みを始めます。その新たな取り組みとは、スマートフォンやパソコンを使っていつでも電子書籍を借りることができるデジタルライブラリーです。明日から利用が始まるのを前に、今日は町民向けの体験会が開かれました。デジタルライブラリーには小説や雑誌などおよそ300冊があり、図書館の利用者であれば誰でも1人2冊まで2週間借りることができます。文字を拡大できるほか、読み聞かせをしてくれるという便利な機能も。小さい子どもさんとかいて、大きい声とかね、上げる子どもさんいるような人とかいたら、こういうのってすごく便利なんじゃないかなと思って。私がついていけなかったところもあったので、そこの部分はやっぱり家に帰って触ってみたいです。図書館を利用する人は新型コロナの影響でおよそ3割減っていて、担当者はデジタルライブラリーをきっかけに町民が本に親しむ機会が増えることを期待しています。売館控えていらっしゃる方や、時間的にも無理な方とかいらっしゃると思うんですけれども、24時間利用できますので、身近に図書館があるということで利用していただけたらなということで。津幡町はデジタルライブラリーで借りられる書籍を年度内に500冊まで増やす方針です。